い、皆様こんにちは。3月の26日午後12時44分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日、土曜日の第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様ちょっと先にね、お伝えをさせてください。今日の、第2部の配信に関しましては、ちょっとね、私ね、用事がございまして、ちょっと仕事関係でね、ちょっと用事がございまして、こちら、ちょっと第2部のね、収録がちょっと不可能なね、状況になっております。ですからちょっと第一部も怪しかったわけでございますけれども、なんとかね時間の合間を見てできるような形にはなっておりますので、本日はね土曜日第一部のみの配信ので、明日もちょっとねもしかしたら一回配信になるかもしれませんので、夜か朝かどちらかでございますけれども、そちらねご了承いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で行きましょう行きましょう。ちょっとね時間が押しておりますので、早速バチバチとね仕上げていきたいというふうに思っておりますので、ぜひとも皆様、午後のひとときお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そして、行きましょう。まずは重要ニュースがね、4つございます。お4つございます。ごめんなさいね。何なんだ、お4つとはね。ごめんなさい。おみつまんグローブ様に引っ張られて、お4つというふうにね、なってしまいました。4つございます。そして、チャート分析が、今ね、元気がいいですね。いろんなところがね、ビットコイン、イーサリアム、そして久々ですね、ニアを見ていきましょう。ニア。そして、こちらも久々、アクシーインフィニティ。そして最後締めくるのは、ブロックは見ていきたいというふうに思っておりますので、皆様、ビットマン TV の第1部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッドお願いいたします。お願いいたします。では行きましょう。行っちゃいましょう。まずは重要ニュースが4つ結構ね盛りだくさん、ありますので、バリッとね仕上げていきますよ。よろしくお願いいたします。まずお一つ目こちら、はい、国内の暗号資産取引所、満18歳以上から新規口座開設可能にということで、4月1日からだったかな、なるような形で書いてありました。見ておきましょう。これはねやっぱりいいニュースでしょ。どう考えたってね、やっぱり今までね18歳、まあいわゆる高校を卒業してから、すぐ働く方とかであればね、やっぱり18歳でございましょうから、仮想通貨でね、こう、ちょっとこうやってみたいなというふうに思う方も、働いてからね、初めての給料をもらって、ちょっと暗号資産にね、1万円ぐらいちょっ と先行投資してみようかいなと思う方も、まあ、多分ね、いらっしゃるとは思うんですよ。日本は、まあ、当然広いでございますのでね。で、そういった方々の、いわゆる間口が広がっていくということで、ものすごくプラスなね、ニュースにはなっておる次第でございます。行きましょう。はい。2022年4月1日から、民法上のね、成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられることに伴い、日本国内の暗号資産取引所からは、4月1日から新規口座開設可能な年齢を満18歳以上にね、変更するとの発表が相次いで行われていますと。で、成人年齢が18歳に変更されることにより、4月1日からは満18歳から19歳の方も、暗号資産取引所のサービスをね、利用することができますということですね。で、行きましょう。はい。2022年4月1日から、まあ民法上のね、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴いまして、国内のね、暗号資産取引所からは4月1日から新規口座開設可能な年齢を18歳以上に、変更するとの発表が相次いで行われていると。で、これまでの民法では成年年齢は20歳とされていましたが、今回の民法改正によって、4月1日からは成年年齢は18歳とね引き下げられることになるため、暗号資産取引所のサービスも満18歳以上の方であれば、はい、利用することが可能となりますということですね。で、なお、日本の暗号資産取引所では、4月1日前後のタイミングで、トラベルルールへの対応もね、行われることになっているため、各暗号資産取引所からは、はい、暗号資産を外部に送金する際には、受取人の氏名、法人名、受取先の暗号資産交換業者名、そして企業名などの入力がね、必要になるとのことも報告されていますよ、ということですね。で、成年年齢引き下げに伴う変更や、トラベルルールへの対応についての発表は、はい、各暗号資産取引所からも続々とね行われてきているため、詳細は各取引所の公式発表をねご覧くださいということでございますね。まあ、各取引所がおそらくね、登録するときに皆様のあちらメールアドレスか何かをね、おそらく連絡が取れるところを登録してくださいよというふうに多分なってたと思うんですよ。ですからそういったところからね、来ているような形にはなってるんじゃないかなというところで、ここはね、要チェックで、お願いいたします。まあね、4月1日から満18歳以上の方は、国内の暗号資産取引所、ここはね、登録ができるということで、より一層ね、日本国内の方で、やっぱり、お若い方がね、仮想通貨への投資、というところをね、ちょっと考えていく、一つのね、きっかけにはなるんじゃないかなというところで、ここはね、ビットマン TV もね、やっぱりね、期待をね、しているところでございます。やっぱりなんだかんだ言っても、仮想通貨業界の中にね、お人が増えてくれば、まあ当然でございますよ。やっぱり買っていくっていう話になってくるでございましょうから、基本的な現物購入というふうなね、流れになってくるでございましょうから、やっぱりそういったところも含めてね、期待をね、していきたいところでございます。
いましょう。はい、で次行きまーす。次はこちら。行きます。行っちゃいます。はい。行きまーす。ビットコイン。うん、ちょっと価格系の話がね、上がってきておりますよ。4万5000ドルで売りの壁に阻まれるということですね。これは、私がね、皆様にお伝えしておりました通り、もうビタで止まってますね。4万5000。はい。これはね、右上がりのサポートラインの裏タッチっていうところが効いているので、そこが要因でね、やっぱり売り圧がかかって押されているというような状況でございます。まあ、依然としてね、上昇チャンネル内を推移している中での話でございますから、様子が完全に良くなるのは、まあ、4万8000ドルあたりを超えていってからかなと、うん、長期の移動平均線、200MA っていうのが待ち構えてますから、まあ、後でね、チャートで見ていきます。うん、そこを抜けていけばかなり様子が、ね、良くなってくるんじゃないかなというところで、まあ一応ねニュースの方で4万5000ドルの話が上がってきておりますから追っていきますよ。行きまーす。ビットコインは3月の25日にごめんなさいね、4万5000ドル以上にまで上昇したが、一部の投資家からはね、警戒する声も出ていると。で、こちら、はい、トレーディングビューのデータによると、うん、ビットコインは 45,137 ドルにまで達したと。で、4万5000ドルを超えたのは、3月初め以来だということでございますね。で、しかし、いいですか？ビットコインのクジラは、4万5000ドルで売りを行っているようだと。はい。で、仮想通貨取引所、ビットフィネックスで、大口トレーダーの動きにね、注意が向けられ、うん、彼らの取引で値動きが主導されたということでございますね。で、人気トレーダーのペント氏が、指摘をするように直近のね安値である3万4000ドル近くでビットコインを購入したトレーダーが、4万5000ドルが重要なね、アスクポジションになったということでございますね。で上から下に、はい、ブロックウェアのアナリストであるウィリアム・クレメント氏はこの考えに同意し、うん、4万5000ドルから4万8000ドルの間にね売りの壁が、まあ、あると指摘をしているということです。この間はね結構ね注目する値位置が多いですよ。4万7000ドルとか、うん、上昇チャンネルの上端値いわゆるレジスタンスラインとかね、そういったところがやっぱり邪魔になってくるかなと。あとは週足の雲関係もここら辺に雲の上端値もねこの4万5000から4万8000の間に密集しているので、だから結構上値が重いということでございますね。でアナリストのマイケル・ファンデ・ポッペ氏はこの段階で弱気だと言っているわけではないが、はい、このビルドアップをね行っている間現時点ではロングにあまり関心はないと、うん、最新の動画で述べているということですね。で同氏はいいですか、5万ドルへのチャレンジだけがロングポジションを検討するきっかけになるだろうと付け加えた。だからこの5万ドルチャレンジっていうのはおそらく4万8000ないしは上昇のチャンネルを上にブレイクしたらおそらく意識的には出てくるかなというふうに思いますので、やっぱりその値位置がものすごく重要、4万8000ドルを超えていくっていうのがものすごくね重要なところかなというふうに思いますので、ここはね要チェックでよろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。はい。イエレン、アメリカのね、財務長官の方が、仮想通貨に対する見解をね、示したということで、ここニュースに上がってきております。行きますよ。うん。アメリカの、いいですか、ジャネット・イエレン、財務長官は25日、CNBC の、この、ごめんなさいな。なんとかボックス、このなんとかボックスという、まあ、テレビ番組でございましょうかね。こちらの方に出演をいたしまして、はい。暗号資産に対する見解を語ったと。で、仮想通貨は急速に発展をしておりまして、はい、多くのアメリカ国民のね投資において重要な役割を果たしていると指摘と。でその一方で、はい、以前よりは仮想通貨に懐疑的ではなくなったかとの問いには、うん、懸念事項が残っているためまだ少しねやっぱり懐疑的だと回答していると。でこのなんとかボックスというのはいいですか、マーケットが開く前の朝に、はい、ニュースやインタビューなどを放送している番組、はい、でこの番組に25日に出演したイエレン氏はウクライナ情勢をめぐるエネルギー資源の問題や、はい、アメリカの経済状況などについて質問に答える中で仮想通貨についても見解を述べたと。で番組の終盤でインタビュアーはロシアがねエネルギー資源の支払いをビットコインでも受け入れると述べたことを例に挙げまして、はい、仮想通貨について質問を行っている。このニュースに関ビットコインに対しの受け入れ、うん、支払う受け入れね、ガスとか空いたもの、うん、これはなんかね有効国と非有効国で分けてるらしいので、まあそこがね、まあ一応前ニュースで取り上げたかなというふうに思いますけど、そのことを言っておるわけでございます。で行きましょう。うん、そこでいいですか、イエレン氏は上で述べたように取引の量が非常に多いわけではないが、うん、仮想通貨は多くのアメリカ国民がね投資をする際に重要な役割を果たしていると指摘と。そして、バイデン大統領が仮想通貨のね、規制、整備に向けて、大統領令を発表したことにも言及をしたということでございますね。で、仮想通貨に対し少し懐疑的だとした理由については、うん、金融安定性への影響や、消費者、そして投資家保護、違法行為への悪用などに懸念があるからだと説明。うん、しかし、いいですか？その上で以下のように語ったということでございますね。うん、仮想通貨には利点もあると。で、決済でイノベーションを行うことは、望ましい結果をもたらす可能性
性があることは我々もね認識をしておりますと。で、我々は最終的に健全なイノベーションを実現できるような規制環境を提供したいですよというふうに申し上げておりますよ。で、行きましょう。イエレン氏の見解。はい。FRB のね議長を務めたこともあるイエレン氏はバイデン政権で財務長官に就任、以前は仮想通貨に対してね、まあ否定的な見解を見方をしていることで知られていたと。で、2018年にはビットコインのファンではない理由を説明するとし、はい、まあここはしょうがないかなと思いますよね。やっぱりこの時はね、価格変動の大きさ、ハッキング、そしてマイニングによる電力消費、そして処理速度などを懸念事項として指摘。財務長官就任後は規制整備の必要性をね一貫して訴えてきたということでございますね。まあこういった形でイエレン財務長官の方がねこういうふうに申し上げておりますよ。まあちょっとはまあ受け入れ体制に、ね、入っているんじゃないかなという感じがねいたしておりますけども、まあまだもう少し懐疑的だとちょっと疑わしいところがあるというところでまあ言っておりますけど、まあある意味プラスかマイナスかで言ったらまあそこまでね全否定ということではなかったので、まあプラスとしてね、捉えておいてもいいんじゃないでしょうか。はい、で次行きまーす。次はこちら。はい、行きましょう。はい、メタバースのファッションウィーク開幕ということで70のブランドがディセントラランドに集結をしておりますということでニュースに上がってきておりますよ。行きまーす。メタバース関係ですね、人気メタバースのディセントラランドでメタバースファッションウィークが24日スタート。人気デザイナーがアバター向けデジタルウェアのね、NFT コレクションを発表しますよということですね。で、ドルガバ、そしてトミーですね。トミー・フィルフィガー。はい、フィルフィガー。で、エスティローダーってこれ化粧品でございますよね。そしてフォーエバー21などのブランドが、まあ参加をしていますと。で、多くのブランドがこの数週間、はい、メタバース向けの商標をね、発表をしておりましたが、今思えば初のね、NFT ファッションウィークに備えたブランド戦略だったのかもしれないということでございますね。で、自己表現、そして自己理解の場ということです。はい、行きましょう。NFT とメタバースでのショッピング体験が盛り上がりつつある中、このイベントはアバターのためのデジタルウォレット、デジタルウェアを通して自己表現し、自己理解をね、深めるための場を多くの人たちに提供することを目指していると、ディセントラランドのクリエイティブディレクター、サム・ハミルトン氏は述べたということですね。で、メタバースでは、人々はね、今よりももっと大胆になると考えていると、ハミルトン氏は電話インタビューに答えたということです。で、イベントが終われば NFT の優れたユースケースとなっているだろうと。で、ファッションショーやギャラリー、そしてブランド主催のパネルディスカッションなどが3月27日までファッションディストリクトと名付けられたディセントラランドの新区画で開催されるということでございますね。で、ゲスト参加も可能。いきましょう。ウェブサイトにアクセスし、イーサリアムウォレットを接続すれば、はい、メタバースファッションウィークを体験できると。単にゲストとして楽しむことも可能だということでございますね。で、ギャラリーやショー、そしてデジタルウェアを購入できる場所もありますよと。で、NFT ネイティブも参加していると、ハミルトン氏は述べたということですね。で、NFT マーケットプレイスラリブルは期間限定ショップラリブルストリートを開設。昨年6月にディセントラランドにショッピングモールをね建設する目的で、はい、バーチャル区間を購入した、ボソンプロトコルでいいんでしょうか。ここは参加ブランドが、デジタルウェアを販売するための店舗を建設したということでございますね。で、ハミルトン氏によるとファッションウィークは R&D の機会であり、またメタバース用デジタルウェアを販売することを通して、暗号資産にね参入する機会でもあるということでございますね。で、しかしいいでしょうか、参加ブランドすべてが NFT アイテムを購入しているわけではないと。で、単にデザインのデジタル版をね展示しているブランドもありますよということでございます。まあね、こういったねやっぱりこうメタバース関係、やっぱりこうあちらですもんね、暗号資産を一応ね持ってウォレットとかああいったところを作っていかないと、まあ実際にねこう、買ったり、物を買ったりできないんですけど、さっきの一番初めにお伝えした、成年年齢18歳引き下げによる、まあ、国内取引所の、まあ、利用ができるということでね、こういったところも、より一層ね、お人が増えてきて、やっぱり若い方がね、増えてきて盛り上がりをね、もしかしたらこう見せてくるような流れになるかもしれませんので、より一層やっぱりメタバース空間っていうのはね、一つね、大きなトレンドを、やっぱりこう、今年もしかしたら、去年はどうだったんですか？今年もしかしたら、あちら、メタバースというものが、流行語対象的なものにノミネート、去年されてましたか？今年、されるかもしれませんね。そういった意味で言うとね。ですからちょっとそういったところも含めて、まあ多分ね、こう日本のそういったニュースとかああいったところでもメタバース特集みたいなものがやっぱりこうまたまた大きく盛り上がりを見せて、やっぱ組まれていくんじゃないかなというふうに思いますので、そういったところを考えるとね、やっぱり、お若いお人がどんどん入ってこれるような場がね、また一つできるなというふうな形で見ておる次第でございますので、まあいい形でね、ここもね、ファッションウィーク、はい、成功ねしておいてほしいなというふうに思っている次第でございます。まあ私もちょっと時間があればね、ちょっと入っていきたいなと見てみたいなというふうに思っている次第でございますけれども、ここはねよろしくお願いいたします。はい、それではね本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日のちゃんとぶぜーきパパプーパパプーパパプーパワーよろしくお願いいたします。お願いいたします。と一旦その前に時飛ばし、はい、
それでは再開をしていきたいと思います。まずは、ビットコインですね、見ていきましょう。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 44,400 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、こちらね、先ほども言っておりましたけれども、この右上がりのね、黒いラインでございます。はい、こちらでございます。このね、黒いラインでございますけれども、こちらが、サポートラインとしてね、一旦はというか、ずっと聞いていたラインでございます。うん、でそこを割れ込んでからのね、今の状況に至ると。で、上昇のチャンネルを作っていてからの、そのいわゆる、この黒いラインのね、裏タッチで、いわゆる押されているような状況。これはまあね、前々から、まあ、3日4日ぐらい前から、まあ、上がってきたとしても 45,000 ドル付近での押されはね、注意をしておきましょうというふうに言っておりましたので、まあそこがね、今現実的に起こっているというところでございます。まあそこまで金額を上げてきた、いわゆるドルベースでいくならば 45,137 ドル、上の高値というところをね、見ていただいたら分かるように 45,100 ドルあたりまで上がってきてからの裏タッチで押されているというような状況にはなっております。で、やっぱりここをね、しっかりとブレイクしていった後の、この右上がりの黒いライン上に乗っかってきた後の、やっぱり次の抵抗ラインとしたら、このオレンジのライン、はい、45,700 ドル付近でしょうか。このラインがやっぱりまた次は億劫になる。このラインというのは、このね、週足の雲の上端値と、あとは、この黄色のラインですよね。この黄色の、中期の移動平均線も被っておりますし、そもそもこのオレンジのラインというのは、まあ引き目で見たらわかると思いますけれども、サポートとしてね、かなり効きまくっていたラインでございます。OK でございましょうか。サポートラインとして効きまくっていた。で、このフェーズ、去年のね、ゴールデンウィーク明けぐらいの、大幅下落を起こした後のレジスタンスとしても機能しておりますし、大きなね、相場が来た時も、レジスタンスとしては意識はされている。週足レベルで見ていただいたらはっきりわかると思いますけれども、まあそういったラインになりますので、やっぱりこの 45,600 から700ドルっていうのはかなりね、固くまた意識はされてくるでしょう。で、あと一つ、そこ抜けたとしてもですよ、そこ抜けたとしてもやっぱりこの上昇チャンネルの上端値ですよね、ここが、47,300 ドル付近に待ち構えてますから、そこでの売りがどうなっていくか。だから今から考えると 45,100 から200ドルを明確に抜けれるか、そして 45,700 ドル付近を抜けれるか、そして 47,300 ドルあたりを抜けれるか。はい、で最後の最後でございますね、いきましょうか。日足で見ていただいたらわかるように、日足の200のMA、はい、つまりこの長期の移動平均線が 48,300 ドル付近に待ち構えてますから、 48,300 ドルでの売りをこなせるかどうか。だから今の値打ちから考えていくと、上はね、4箇所の売り圧がおそらくかなり溜まってくるところがあるので、結構ね、一発抜けっていうのがなかなか難しいかなと。もしこれを一発で抜けるような大きな買いが入ってくれば、一気にショートスクイーズを起こして5万ドルっていう手前まで、まあ下手すると5万2000ドルとかね、次のこのオレンジラインですよ、そのあたりぐらいまでバリーっとね、ショートスクイーズを起こして一気にね、ムーンをしてくる可能性があるわけでございますけれども、なかなか今のね、状況でちょっとこう買いしぶりをね、行っている方々もいるでしょうから、まあなかなかね、もしかしたら難しいところなのかなというふうにもね、思いますけれども、これをね、すべて一掃するようなね、大きな動きがあれば、それもすごいね、上昇が待っているでしょう。一気に5万ドル本当にね、つけてくるな、一気に5000ドル上昇とかね、あり得ますのでね、まあそこはまあ、あまり期待はね、持たずに、まあ行きたいなと。やっぱりこの4つのね、ラインを順々に、到達して売りをこなして、また落ちてきた時に買い勢優勢で買い支えが入って、またもう一回トライをしていく。そしてそこを3回ぐらいこなしていってから、ようやくガッと上にまた抜けていく。そして次のポイント、45,700 ドルあたり、そこら辺をまたつけてきて売りをこなしてて、徐々にね、やっぱり上がって下がったから、まあいわゆる NG 曲線的なものをね、まあ作っていくような流れにはなってくるんじゃないかなというふうには思いますので、ここはね、しっかりとした力強い上昇をね、見ていきたいところでございましょう。ですからさっき言った注目値っていうところを一応皆様はね、注意しておくべきかなと。逆に言うと、入っていった場合の、利確ポイントの一つとしても見ていけますからね、そこは意識をしておいてください。はい。で、あと最後に、200ではなくて100もね、やっぱり確認をしておきましょう。はい。5と100と、5と50と、100。この兼ね合いがかなりね、いい形で仕上がっているわけでございますよ。はい。こういった形。ちょっと雲を消しましょう。うん。もうね、短期の 5MA、短期のね、移動平均線が、もうこの長期の移動平均線を下から上にブレイク、するような形で、起こっておりますので、かなりこれ様相がいいと。で、あともう少ししたら、このね、50MA、中期の移動平均線も、この長期の移動平均線をブレイクするようなね、形になりますので、これもまたまたね、いい形で底堅い印象が出てくる。ですからより一層 42,000 ドルっていうところにもう到達せずに、押し目を作ってグッとね、この短期間で作られているこのサポートラインを押し目ラインとしてグッと、上がってくるようなね、形になるんじゃないかなというふうに思いますので、一応今の段階でのサポートネイチは 43,000 ドル、43,000 ドルというところが一応サポートネイチになっておりますから、この 43,000 ドルでね、反発狙いの短期並びに FX のロングイン、ここは一つね、戦略としてはありかもしれませんので、一応意識をしておいてください。で、42,000 を割れ込んだとしても、一応ね、この41,000 ドルが、
日足レベルの中期の移動平均線が待ち構えている。そして4時間足レベルを見ていただくと 100MA がね、この4万も同じぐらいの値、ね、4万1000ドル付近に待ち構えてますから、4万1000ドルっていうところまでね、ある程度サポートが上がってきているような形にはなっているかなというふうに思いますので、そこを割れ込むとちょっとね、まずいというような状況になりますから、短期 FX で入る方は4万1000ドルを割り込んだら、やっぱり損切りをちょっとしていかないとね、まずいような状況になってくる可能性がありますので、ここはね注意をしておいてください。よろしくお願いいたします。で、4時間の200とかそこら辺はどうなってるかなってちょっと思うんですけど、4時間の200もちょうどそのあたりですね。 4時間の200は4万400ドル付近にいますので、まあ最終損切りラインはここで設定しておいてもいいかも、うん、4時間の200日の移動平均線ここを割れ込んだら、もうちょっとさすがに損切りをしていかないとまずいかなというような状況になると思いますので、4万ドルですかね、これ前も言いましたけども、4万ドル割れでの、損切り、ここは一つね、意識しておくべきかなというふうに、ここ捉えておいてね、いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、なんとかね短期の移動平均線をサポートとしてもう一回2回ぐらいね上を突くようなことがあれば、一気にグッとねブレイクして、ただしやっぱりオレンジラインとか、4万5700ドルあたりでね、やっぱり邪魔にはなりますので、ここは注意をねしておいてください。よろしくお願いします。それは週足を見ていただいたらわかるかなと思いますので、もう一回最後だけ見ておきましょうか。週足の雲、そして、中期の移動平均線、そこがやっぱりね邪魔になるかなと思いますので、4万5700ドルの抵抗はねまたより一層強くかかってきますよっていうのは押さえておいてください。はい、で次行きます。でまだね上昇チャンネルないでございますから、やっぱり様相を一変させるのは、何遍も言いますけども、まずは上昇チャンネルを上にブレイクで、その後の 48,300 ドル付近での売り圧をこなしていけるかどうか、そこを抜ければもう本当に、仮想通貨、まあ、いわゆるビットコインの様相としてはもう強気相場再開よというゴングがパリーンってねなる可能性がありますので、そこはね一つね期待感を持っていきたいところでございましょう。はい、で次行きます。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。うざ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いきまーす。はーい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が、3112ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。やっぱりね、この雲の上端値、並びに実体部分で言うと、これ今週足でございますけれども、中期の移動平均線でね、やっぱりガチッと押されている。昨日、一昨日あたりからずっと言ってましたけれども、上がってきても、3200ドルでの売り圧かかってきますよね、っていうふうに言っていたら、もうその言葉通りね、上を見てください。はい。高値が3194ドル。ですから、まあ、ちょうど、まあ、3150ドルから3200ドルの間あたりで、ある程度利食いをこなしていくのがいいかなというふうには言っておりましたもんね。3150を抜けた後に入る方であれば。ですから、一応ね、3分の1もしくは半利確ぐらいをかました方も結構いるんじゃないかなというふうには思っている次第でございます。で、次なるやっぱりね、上への上昇が見て取れるのは、やっぱりこの雲を上に抜けてから、3200ドルを上に突破していったら、週足の雲の上端値も抜けますので、強気雲の上に回帰してきます。つまり、強気相場がね、またまた始まってくるような状況にはなってくるかなというふうに思いますので、そこは期待感をね込めていきましょう、そしてあとは週足のマックD線ですよね。ここもゴールデンクロスをね起こしかけておりますし、3200ドルあたりを超えていけばね、本当に状況としては良くなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、楽しみなね相場が来るかもしれません。で、日足レベルのマックD線も、ちょうどね、青い、マックD線がオレンジのトレンド線をね、下に、構えているような状況でゼロラインを、はい、突破はしておりますから、ここですよ、下のグラフですよ。ですから強気相場が継続中よということで、ある程度強気派がやっぱりね優勢というところで意識を持っておいてもいいかなというふうに思っております。ですから、まあ今ね上にグッと上がってきてますけれども、3200ドルをね、超えていった後のロングインで3500を狙う。3500は日足の長期の移動平均線がここで待ち構えてますから、3500ドルというところは一つの売りポイントにはなってくるかなと。で、そこを超えていった後の3600ドルを突破してきたら、もう一回入り直していくとかね、いう形で見ておくのがいいかなというふうには思っており次第でございます。で、もし落ちてきたら、やっぱりね、こうね、先ほども言いました MACD 線であるとか、やっぱり重要なね3050ドルというところを今明確に抜けてますので、3050ドル。はい。ここに差し掛かってきたら、ある程度反発狙いでのロングインっていうのは一つ推奨。ただし、その際も、やっぱり週足の雲の上端、3200ドルあたりでの利食いはね、しっかりしていきましょうね。ということでよろしくお願いします。今ね、これ日足で見ていただいたらわかると思うんですけど、かなり様子はいいですよ。やっぱり右上がりの黒いね、ライン。はい。これは、サポートラインとして聞いていました。このラインでございます。はい。この黒いラインの上にもう一回ね、やっぱり回帰をしてきたっていうのはものすごくね、状況としたらいい形。そして、3050ドルというね、重要なラインも突破はしてきておりますし、切り板となる3000も抜けてますので、本当に今の値打ちはね、ある程度。購入をね、考えていても、まあ、短期 FX 勢はですね、考えていってもいいところにはあるんじゃないかなというところで、ここは一つね、注目の値値に値するでしょう。もしかしたら、今の値値を境目に、ある程度チャートをもう一回グッと作り上げていくようなね、状況が発生するかもしれませんので、もし長期保有目的で持っておきたいなという方も、ちょっとね、今上がってきておりますけれども、別に、分割でね、少しずつちょっと購入の意識を持っておく、相場感がちょっと変わってくるようなね、流れになってくるかもしれませんので、そこは一つね、捉えておいてください。よろしくお願いいたします。やっぱりこう、下落チャンネルもね、上にブレイクして、三角も
持ち合いも上にブレイクはしておりますからね。そういった意味も含めて、いろんな、投資戦略の方々、ある程度購入をね、ちょっと考えていっても値打ちにはいるんじゃないかなというところで、ここはお願いいたします。あー、で、次行きましょう。次行きましょう。次は、こちら行きます。行っちゃいます。皆様の、皆様の大好きなアリツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。行きます。行っちゃいます。ただいまの価格、ニアでございますね。ただいまの価格が、13ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、今、これ、上がってね、頑張って、上がってきている。で、この、一旦ね、右上がりの三尊の、ネックラインをね、いわゆるレジスタンス、抵抗ラインとして押されているような状況。ですから、ここを超えていければ、ある程度、右上がりのサポートラインですよね。サポートライン上に回帰をしてくる。やっぱり、このフェーズを見ていただいたらわかるように、レジスタンスとしてこの裏形聞きまくっておりますので、ここを明確に実体部分として抜けていって、ちゃんとサポートとして転換できたというところが確認できれば、上への跳ね上げっていうのがね、やっぱり一つ期待がね持てるようなところかなと。ただし、まだね、ここを突破してきたからって言ってすんなりいけるかどうかちょっとまだわからないと。なぜか、はい、見ていただいたらわかるように、雲がねやっぱり邪魔になるようなところがあるので、まずは上目線で行くならば14ドルあたりを明確に抜けてくれば結構ねいい形。史上最高値が20ドル付近なので、14ドルを超えていければ史上最高値、つまりアーテンハーチャレンジにね入っていける可能性がありますので、ここはね一つね気にかけておいてください。よろしくお願いいたします。で、今上目線の話ですね、まずはこの右上がりのサポートライン上に乗っかってくる。そして雲を突破してくれば14ドルあたりぐらいから短期並びに FX は勝負をかけてアーテンハーチャレンジをちょっとね視野に入れていくっていうのがいいでしょう。そして、あと一つ下目線で言うならばいいですか。下はやっぱりこの雲ですよね、雲の中に今いますので、雲の加担値がサポートとなるかどうか10ドル付近です。ですからもしこのラインを10ドル、この雲の加担値をね割れ込んでしまった場合はちょっと嫌な様相。なんでか 7.5 ドル付近までの下落っていうのはちょっと考えておいた方がいいですよってのは意識しておいてください。下目線ですから10ドル割れには要注意。10ドル割れたら 7.5 ドルぐらいまで落ちてくる可能性がまあ高いかなと。で、これはまあ週足でねある程度引き目で見ていただいたらかなりわかるかなと思いますけども、この 7.5 ドルっていうのはやっぱり見てくださいよ、週足レベルで見たとしても3回ね 1,2,3 回4回ぐらいレジスタンスされている。で、抜け終わった後のサポートに転換してますから、レジサポ転換線としてはまあかなり意識がされている。そしてあとはこの中期の移動平均線も 7.5 ドルぐらいまで上がってきておりますね。ある程度サポートとしては意識が強くなるかなと。ですけども、雲の10ドルを割れ込んだらやっぱり 7.5 ドルまでは支えがあまりないような状況になりますので、 2.5 ドル幅ぐらいでずるっと落ちてくる可能性がありますから、ここは注意をねしておきましょう。で、もし万が一 7.5 を割れ込んでしまうとちょっとこれは嫌な感じ。はい、週足レベルでの三尊ですよね。三尊がやっぱり意識されてきてさらなる大幅下落、この一気にぐわーっと上がってきた加担値をめがけて落ちてくる可能性、本当に2ドルぐらいまで見ていけるような可能性がありますので、ここはね一つ注意をしておきましょう。よろしくお願いいたします。ですから一つレジサポ転換線のラインとしては 7.5 ドルがありますから、ここまで落ちてきたらある程度現物の購入をね考えてみてもいいかもなっていう感じ。あとは雲の加担値で支えが入って上をグッと目指していけるっていうところがあるかもしれませんので、10ドルあたりで分割、割れ込んだ場合の 7.5 ドルで分割みたいな形でね2分割ぐらいがいいかなと、もし落ちてきた場合で。あとは一つ、さっきも言いました、上昇してきた場合は14ドルを超えていったら短期 FX で20ドル、アーテンハーレベルまでをちょっと狙っていくみたいな形で見ていくのがねいいかなというふうに思いますので、ここはね一つね、頭の片隅にパチリとね収納しておいてください。はい、で次行きましょう。次行きましょう。次はアクシーインフィニティをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思っておる次第でございます。アクシーでございます。よろしくお願いいたしますよ。下に下ろしていきましょう。ありました。こちらポチッとな。行きまーす。アクシーインフィニティなんでございますけれども、ただいまの価格が冷やしにしましょう。一回ね。ただいまの価格が69ドルあたりをね、推移しているような形になっております。これね、ちょっと皆様にね、ご紹介しておこうかなと思ったんですけど、やろうと思って、ずっとね、忘れていて、上がってきた段階でごめんなさいね、ちょっとね、取り扱うような形になってしまって、本当に申し訳ないんでございますけども、今ね、かなりいい形で上にね、行っていると、目指していってるような状況。で、出来高、今これ冷やしで見ていただいてますけども、出来高もぐーっと上がってきておりまして、当然、悪い様相ではないということでございますね。OK でございましょうか。で、あとは、やっぱり、この下の MACD 線もね、右上がりでいい形、強気相場がね継続中よというシグナルが出ております。で、あと一つは、この雲ですよね。冷やしの雲ももうこの力強くねバチってブレイクしてきましたので、これもいい形でございます。 OK です。今の段階ではもういい様相しかない。さらに言うと、もう一ついい様相がまだありまして、100MA ですね。やっぱりこことのゴールデンクロスをもう少ししたら起こすんですよ、短期の移動平均線がこの 100MA を下から上にブレイクする、ゴールデンクロスを起こしかけておりますので、これもうちょっと下に関して言うとある程度
65ドルあたり、65ドルあたりは下がね、ある程度固く意識されてくるかなと。ですから、そこまでの一応オチは想定はしておかないといけないんですけども、まあね、今いい形で短期の移動平均線が長期をね、下から上にブレイクするようなゴールデンクロスを起こしかけておりますので、より一層65ドルあたりっていうのがね、固く強固なものになってくるかなと。もし、割れ込んでしまった場合、はい。もし割れ込んでしまった場合は、さっきの雲の、上端値ですよね。そこまでのオチはまあ一応想定はしておかないといけない。ドルベース的ならば63ドル付近。ですから、65ドルと63ドルっていうのは一つね、分割、短期並びに FX 勢でも、反発狙いの一つのね、ネイチとしては意識しておいてもいいんじゃないかなと思います。で、なんとかね、今ね、さっきも言いましたね、いいことずくめなんですけども、一つ上がってきたとしても、やっぱり 200MA。はい。この90ドルあたりにね、200MA が待ち構えておりますから、そこまでのね、上昇には、期待が持てるんじゃないかなというふうには思いますので、ここまでの、短期並びに FX の勝負、ちょっと面白い、いいかもねというふうにはね、捉えておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、チャンス通貨の一つとしてね、押さえておきましょう。お願いいたします。ここですよ。90ドルあたりが利確ポイントでね、意識をしておきましょう。はい、で次行きます。今日の最後ですね。今日の最後は、ブロックをね、見ていきたいというふうに思いますよ。ブロックでございますね。行きましょう。行っちゃいましょう。ブロック、いました。こちらでございます。ポチッとだ。行きまーす。はい。ブロックなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.0176 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関してはね、ちょっとね、注目してもいいかもねって感じが、ちょっとなんか、する感じがします。何か。まず、下げ一辺倒の、もうこう、下げできてたもの。ここをね、一つ、ちょっとこれずれちゃいましたね。後でまた入れておきましょう。はい。下げてきていたものが、ちょっとね、落ち着いて、今、横ばい推移してますもんね。そしてさらに言うと、これ前から言ってましたけれども、いいですか？下のマックディー線との、こちら、ダイバージェンスをやっぱり起こしている。ロウソク足は右下がりなんでございますけれども、ロウソク足は右下がりなんですけれども、マックディーは右上がりで、ダイバージェンス、逆相関ですよね。これは一つ、相場感がね、変わってくる可能性のあるシグナルでございましょう。そして、出来高もそうですよね。ちょっと見にくいですけど、この出来高、はい、ここ、ずーっと下げてきていた時よりも、ちょっとね、回復をしてきている。ですから2月の初旬あたりぐらいから、いやそれこそダイバージェンスを起こしたあたりぐらいから出来高がぐっとちょっと上がってきているような感じになってますから、ちょっと底打ち感が出てるんじゃないかというところもね、まあ認識できるかなというふうに思います。 OK です。ですからちょっとね、長期保有目的でブロック、いわゆるメタバース系通貨ですけれども、ちょっと買い集めしていこうかなって考えられる今レベルにはなっておるかなと。考えてもいいようなね、ちょっと底打ち感があるような感じにはなってますから、まあグッドボタンで、ここはねお願いしますよと、ブロックに対してね、グッドボタンでお願いしますよというところでございます。 OK です。ただ依然としてね、上はやっぱりこう日足のね、弱気の雲がありますから、やっぱりここが少し億劫なので、短期並びに FX 勢はちょっと今の値打ちはまあやめた方がいいかなと。やっぱり上値を重くするラインが、ありますので、短期 FX というよりも長期保有目的の現物購入はねありなんじゃないかなというところで、ここは一つね意識をしておいてください。 OK ですか。で、あと一つ様相がいいのは、ちょっと雲を消しますけれども、ここちょっとライン入れますね。ごめんなさいね。はい、ここでございます。引きます。さっき引いていたんですけど、ちょっとねずれちゃいました。はい、ここ何かわかりますかね。逆三尊ですよね。逆三尊のネックラインを上にブレイクした直後なので、まあこれはね、一つね、さっきも言いましたように、底打ち感があって、まあ、短期的に見るとね、短期 FX、まあこの逆三尊を見ると入りたいなって思うかもしれませんけれども、ちょっとね、日足の雲がやっぱりちょっと億劫かなというふうに、ここは分厚いですので、思いますから、ちょっとね、力強く上がってきて、この雲の中に 0.02 ドル付近をつけてきてからの、この雲の上端を狙っていくような形がいいかなというふうに思います。0.02 を超えていってからの 0.028 ドルとかね、そのあたりを狙っていくような流れで見ていくのがいいかなと。もしくは、雲の上端下がってきますから、0.02 を超えた後の、0.027 とかね、まあ、いわゆる雲中突入のこの下端から上端をちょっと狙っていく。で、ここで手締まいをして、もう一回抜けてきてからの黄色いラインまで狙っていく。0.03 ドルぐらいまで狙っていくみたいな形でやっていくのが、まあ、あまりストレスなくね、トレードができるような形にはなるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つ意識をしておいてください。まあね、今の値打ちでいくと長期保有目的の方に関しては、ちょっと底打ち感が出ているような感じもしますから、ちょっと分割で、まあ、打診でもいいですから、ちょっとこうね、購入してみるというのを検討してみてはいかがでしょうか。はい、それではね、本日の第一部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様がなんときますよ。なんと10673名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、やっぱりね、動画見ていただいているというのがね、やっぱり要因かなというふうに思いますけれども、上にググッと登録者様も上がってきております。ちょっと一旦ね、一時落ちていたんですけども、またね、盛り返してきましたので、ちょっとここもね、含めて皆様には本当にね、お願いをしているばっかりでございますけども、ぜひともね、お願いいたします。はい、申し訳ございませんね。長ったらしくなってしまいました。今日の第2部の配信に関しては、申し訳ないんでございますけども、ちょっとね、お休みという形で、ちょっと重要な、ね、用事がありまして、ま、仕事関係でございます。ちょっとここはね、お休みという形でさせていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日土曜日、皆様祝日の方もね、いらっしゃるかもしれませんけれども、楽しんでね、お過ごしなさってみてください。それでは明日お会いしましょう。では